ここに何かあればいいんだけど、まあいいや。これね、あのうちのね、うちの裏の山にね、うちの畑の中にいっぱいね、あの栗がね飛んできて生えたやつの苗か栗をまいたかね、なんかちっちゃこい苗をね引き抜いてきてね植えたんですよ。あ、これ栗なの。なるほどね。でね、これもミニ版にしようと思ってね、うん、いるんで、これ元気のいいの下から出てくるんですよ、栗ってね。でこれ取っちゃってさ、この木はね、あの桃栗3年って言うけどね、うん、ちょっとこういう風にしたらそんな3年では実ならない、5年ぐらいかかるの。なるほどね。でそういうことはまあ別として、これを小さく作る目的なんで、こうでしょ、これはねここまでバッチリやるんです、こういう感じ、うん、それでね、これはだ次のね、これはねここでやるとこれだけすっと枯れるんですよ。あ、なるほどね。栗の場合は、うん、だからなるべくだったらね、本当はここで切りたいの、うん、いやここではあのなぜ切りたいかったらさ、うん、こっからこうで出てくるのね、うん、そうするとちょっと背が高く感じるんですよ、うん、だからこれが一番下低いからね、うん、こっから出したいわけ、これとこれの間から、うん、そうするとねここで切っとくんですよ。だから枝こっちに出てくるんだよね、うん、だけどこれはまあ仕方ないんだよね、こう低く作るからね、うん、この次の時でカットして、そのうちにね、このこういうとこういう枝がねここに出てくると、うん、あ、なるほどね、うん、なんとなくまぶうまくいくと思うんだよね、うん、それでミニバン作る時はこのぐらいバチッとやります、はい、それであの根元に日当たりよくして乾くようにね、うん、こういうふうにして、あんまり風通し悪いからこのぐらいにしておくんですよ、うん、それでちょっと硬くなるから時々こうね、この触るたんびにちょっとねこうやっとくと空気が入って風通し良くなるんだよね、うん、なんかこんなもんでこういう作業でいいんですよ、うん、栗でしょ。あったあった、どっちにピン。これまたね値段も書いてあるよ、800円って名前も書いてある。金しでって言ってね、うん、あの知ってる人もいるかもしれないけど、シデっていう木はいっぱいあるの、うん、イワシデとか、ね、イワシデ、カナシデね、それがいっぱいあるんだけど、これはなるべく小さくしてね、あの実をつけたかったの。いや意外とこれ実つきやすいんだよ。あ、実こんなんの。あ、実っていうよりもね花だな、うん、実っていうのかホップみたいな実がなるんだけど、花がねちょっと独特のね、うん、ホップってまあよくみんな知ってるけど、あれねビールの、うん、あれと同じ花が咲くの。うん、こう傘がねファッ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 とね、うん、また何ともない、何とも言えない可愛いんだわ。でそれのミニバン作ろうと思ってねいたんですけどね、ちょっとこれこんな長いのいらねえわ。ただちっちゃく、ちっちゃくてもなるの。なるの。へ、こうやって鉢できちっと作ればね、うん、それでこれはあの上からぶら下がるんで、うん、あんまりこの短くてもね、うん、ちょっと目立たないんでね。なるほどね。まあ、これもね これはいらない、この辺で鳴らしたいんだよね。でこの枝取ります。でこれ取ってね、こうやってこっから出たやつにね、将来こうもうちょっと伸びるけどね、目立つの。あんまり低いとねこう物が陳列しても目立たないの。うん、葉っぱの色とね花の色同じなの。ああそうか、うん、葉っぱの色と花の色同じだからね、うん、目立たないから、やっぱりちょっとこう高いところから背高くしないと目立たないわけさ、うん、でこれは金しでって言うんです、うん、これついでに値段は800円って言うんです、はい、こういうことで。それは薄くピンクに濃いするの。あ、これはそうだ、真っ赤でないです、はい、ピンクっていうよりも黄色みがかったピンクだね。秋になると色合いが ね、 なるほどね、中間色ですごい綺麗。お、大事に針金かけてるわ。これ外しましょう。これはね庭梅。あ、庭梅って言ってね、うん、ピンクの一重が咲きます、うん、ただ梅って書いてるから梅だろうと思うけど梅じゃないのね、うん、ネーミングだね。これはね厳密に言うと桃の仲間。なるほどね。花桃。あ、みんなよく桃なんだ。
桃です。あのなんとか桜とか、そうそう、みんなあれはネーミングでね、うんうん、これちょっと子供のわらじ虫がいるからちょっと、うん、お前どっか行け、ほらちょっとそっち行っちゃって、こういう風にして、うん、これは人気あるんですよ。あのちょっと大きくなるけど、こうやって鉢で締めるとね、うん、伸びないんですよ、うん、だけどちょっと伸びたね、まだ切ります。これはねミニに作るんだからね、うん、こういくでしょ、こういくでしょ、ここでいくんです。それも前の年に花芽できるのかい。そうです、前の年ですからね。今来たら来年咲かない。咲きません、うん、もうね結局ね、うん、目的が違うからね、うん、あの花見たくて切ってるわけでない、切ってるわけでないの。木を作るために切ってるんでね、うん、あの必ず花は咲くし、うん、もう見てるし、そうだね、どんなんだか分かってるんでね、うん、ただやっぱり売るとなるとそうもいかないんだけど、なるほどね、だけどまあお客さんはね大体あの分かってくれてね、うん、あのこうですよったら、はいそうですねって素直にお金出してくれるからね。あ、そうか、うん、いいんです、皆さん素直にお金出してくれるからね。これはねせっかくちょっとこ頭できてきたんでね、うん、でねこれこういう風にして下からねこうやって元気のいいのが出るんですよ、こうやって。でこれほっとくとねこればっかり元気よくなって、なるほどね、上の方生育悪くなるのね、うん、だからこれを主体にするんだったらいいけど、うん、これは一応いらないんだよね。この木はこの本体はこれだからね、これを取っちゃうんですよ、ここで。それでこれはこれでまたこう使うんだったら、うん、ここで置いておくのね。でこっちからこう出てくるからね、うん、それでこれはふわーっとなってるんだけど、やっぱりちょっと間延びしたとこがあるでしょ、うん、なんとなくね。でこういう木はねこう上でもって広がるように作ってあるんでね、うん、やっぱりちょっとその流れを止めないようにね、こうでしょ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 。これはあの超ミニにするつもりないんでね、うん、中型にします。それは何ちゅう花の、これはニワザクラ、ニワウメとニワザクラと2種類あってね、ニワウメはニワウメというのは一重のピンク、ニワザクラは白の八重、こういう感じでね、こういう感じで頑張ってもらうんです。